大政は、現代にダライノールの南西に建設された都の城。コンギラト部族の遊牧地の一つで、全員安氏寺が遊牧生活における東栄地の役割を担っていたのに対し、大政寺は夏栄寺として用いられていた。資源7年、コンギラト部は、セチェンカーンに、城と東北300里のダライノール湖畔に、部族の夏栄寺がありますが、 ここに、都の城を建築しても良いでしょうかと申請し、設カーンはこれを許可した。完成した都の城は、大政府と名付けられ、資源22年には改めて、大政寺とされた。現在の大政城市は、南北の長さが約650メートル、東西の長さが約600メートルで、これは同時期に建設された安政王府や城都内城と同じ規格である。 死二28年ウルー7月28日、民軍が大都に迫ってきたため、ウハート・ハーンは大都を捨てて北走し、上都を経て、王、マサまで逃れた。王将で、ウハート・ハーンは崩御し、その息子、アユル・シリダラが即位したが、後部3年には、リフ・ミタダ率いる遠征軍によって、王マサもまたすぐに陥落した。この時、アユル・シリダラの息子マイダリバラが捕虜となっている。 明朝は、大政府に、王、小園位を設置したが、長続きせずすぐに廃れた。2001年、大政寺古城医師は、第5回指定の中華人民共和国全国、重点文物保護単位に登録されている。杉山2004、150から151ページ。ありがとうございます。